ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。カモだ、カモだ。カモが滑り上がる、おう、大きいうねりのくぼみから。深い深い底の奥から、もこりもこりと盛り上がる分厚な波。そのうねり坂へかかった、ゆり揺られて。カモの、なんと、黄色いくちばしが鮮やかな横を向いて。とどまると、高み切ったうねり波の峰が、飛沫一つ立てずに広くなだれる。平らかに、はるばるとした世界が見える。カモは滑る。スーッと落ちていく、大きいうねりのくぼみへ、風もない穏やかなうねりだ、尾羽を立てて。なんとまた、光った、英知の瞳。カモが、あ、隠れた。大きいうねり波に、そうして、見えない向こうの谷間にいる。あの姿勢、私は直感する。恐ろしく暗い、暗い、動いている。波の急流を通して、全くの静筆、つつましい尾の紫。カモがまた、揺られて、見えてくる。あ、出た出た。大きい、素晴らしいうねりに乗ってくる。おうおう、とでも呼びかけたい、いい形で浮かんで。ブラボー、万歳。カモは任せる。大きいうねりの意志に、果てしもない脱炭界のただ中だ。小さいカモの水かき、ぴったりとつけた胸毛の、燃えるような濃い青。カモは一羽だ。北へ行くほど遠くなる日の光だ。空の世界も寒いが、雲は深いが、また。波は光らぬ。見渡す限り光らぬ波。平らかに平らかに見えても、また、その実、大きく大きくうねっているのだ、かげって。カモは鳴かない。全く黄色いくちばしだ、そうして。おう、おう、揺れてる、乗ってる、滑っている。小さい、整った、美しい、きっちりしたカモの姿。かの英知、ああ、一つの正しい存在。あ、隠れた、向こうへ落ちていく。あ、出た出た。ピュー、指笛だ、俺のだ。カモは任せる。大きいうねりに座って、盛り上がる、盛り上がる。分厚な、底力に揺られる。カモは開けてる、静かな目を。豪暑からの海、脱炭の寒空。しかも、夏、夏、夏。どちら向いても、うねりの、絶え間もないうねりの。暗い、光らぬ、恐ろしく、また、穏やかな、波涛と波涛と波涛の連続。英知気象、カモのケツ、夜が来る、夜が来る。北原白秋、アザラシと雲より、カモ、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。海に浮かんでいるカモを題材としたものでございますね。波間に浮かぶカモに対しての感激や驚きが生き生きと描かれております。子供のようにはしゃいでいる作者さんが隣にいるようにも感じられますね。小さい生き物が荒々しい波に揉まれながらも、波の上に座っている。そうして、ゆっくりと、ゆっくりと、いつの間にかやってくる夕闇の中へと消えてゆく。歴史や自然や世界に揉まれ、流されてゆく人の生や死を、このカモに投影したかのようでございますね。観覧深紅のただ中に、揺られながらも、耐えて生きている姿に、悲しみと、力強さを見出したのではないかと感じた次第でございます。ちなみに、脱炭海峡とは、
カラフトと大陸の間にある海峡のことでございます。マミヤ海峡とかタタール海峡といった方が通じやすいのかもしれませんね。この海峡ですが、面白い特徴がございまして、なんと2月から4月にかけて凍結するそうでございますね。カラフト大陸間におきまして、一番狭いところではおよそ 8km、 凍った海の上をなんと歩いて横断できるそうでございますね。歩いて大陸と島との間を横断できるというのはなかなか不思議な気分でございますね。人類の祖先が凍った海を渡って世界全体に分布したとも言われておりますので、それこそモーセの逸話のように何かの電話のネタになってもおかしくないような気もいたしますが、そのような伝説は過分にして存じ上げないというのが正直なところでございます。もしこの動画をご覧の方々の中に凍った海を渡った伝説、神話をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますよう伏してお願いを申し上げる次第でございます。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ葉湖書道。